あなたがどんな存在であろうと、茶番はここまでよ。何があったの？賢者様。本当に賢者様だ。どうしてここに？あなたは誰？この地で勝手な真似は許されていない。あなたはこの世界の泡の住民？あなたには関係ないでしょ。この地で争いは禁じられている。またしても理不尽な輩が出てくるなんて。え？みんなが言ってた生死を導く賢者ってあなたなんでしょ。姿を現すだけでみんなの不安を打ち消せるなんて。この世界の人々にそこまで信頼されてるあなたを見てると、とある旧友を思い出すわ。君たちとは初対面のはずだ。あら、ごめんなさい。とにかく軽率に争いを起こしてしまったことについては謝罪しましょう。何も答えないの？でも少なくとも今は私たちの間に敵意はないはずよね。私の予想が正しいのなら、その白い生命体はあなたの命令で動いているんでしょ？ということは、つまりあなたがこの世界を代表して私たちのような外から来た者の存在を認めてくれたって思ってもいいのかしら？このまま戻るつもり？確かに私は謝ったけど、本当に私たちのことを信頼してるの？私はセントソルトスノーで起きた争いを止めに来ただけ。すでに片方が消え去ったのなら、口頭を離れる理由はない。この紳士たちもそうだ。君たちがこの世界の秩序を壊さなければ、彼らは攻撃してこない。どこに行こうが、何をしようが、君たちの自由だ。私たちの正体でさえ、あなたは興味を抱かないの？賢者である私が関心を持つのは。そうなのね。その職責、もしくは肩書きとでも言うのかしら。死後の世界の人々には月の光が必要だ。死後の世界の人々？そんな重大な使命を背負っているのなら、あなたの時間を奪うわけにはいかないわ。哼，灵感，这个嘛。